勝てるわけねえじゃんか。俺の名前は石橋清太郎、美大の彫刻科に通う陰キャの2回生だ。俺の学校では秋の文化祭で各科総出の作品発表が行われる。そこには様々な人が訪れるので絶好のアピールチャンスなのだが、同じ学年にすごい才能のやつは大勢いて、俺は全く勝てる気がしない。あんな天才たちより目立てってどんな無茶ぶりだよ。無理だよ、無理、絶対に無理。勝敗を決めるもんじゃないけど勝ち目ないじゃん。何をどうしたら引けを取らない作品ができるんだよ。とりあえず手でも動かして悩みを払拭し、30分後。なあ、やっぱり手を動かしてるとうだうだ考えずに済んでいいな。あ、なんか視線が。うわっ！やあやあ、お隣さん、今日も精が出るね。マイカさん、声かけてくださいよ。ごめんごめん。缶ビールを片手に話しかけてきたのはお隣に住んでいる岸本マイカさん。俺が上京してここに引っ越してきた時からの付き合いだ。何かと俺のことを気にかけこうして話しかけてくれる。おかげで年上の魅力にすっかり魅了されつつあるのだが、それは内緒だ。何をそんなに落ち込んでいるのかね。え、なんだか顔色も良くないぞ。そんなに顔に出てます？バッチリ出ちゃってるね。悩みがあるならお姉さんに言ってごらん。実は文化祭で作品発表会があるんです。その作品を作ってるんですけど、どれもうまくいかなくて、結局モチーフの納得ができてないから作り直しの負のループになっちゃってるんですよ。なるほどね。よし、じゃあ私をモチーフにしたらどうかな。はい。かわいいお姉さんを題材にしたらやる気が出るんじゃない？身近な人をモチーフにするか、意外と悪くないかもしれない。あの、マイカさん。なんだい、清太郎くん。本当に俺のモチーフっていうかモデルになってもらえませんか？え、本当に渡していいの？提案してくれたのマイカさんじゃないですか。そうだけど、まさか本当に採用されるなんて。ダメですか？そんなことないよ、大歓迎。やった。でもさあ、モチーフにするならしっかり観察した方がいいんじゃないかい？もう確かにそうですね。よく観察した方がリアリティを出せますし。そういうわけだから、制作期間中は君の部屋にお邪魔しちゃおう。はい、それってどういう…ってあれ、マイカさんがいない？どこ行った？まさか…今日からよろしくね。うん。やだな、変な顔して。一緒に住むんだよ。もともと隣なんだし問題ないでしょ。楽しくなりそうだね、清太郎くん。なんなんだこの展開は。こうしてなぜか俺は隣の美人なお姉さんと一緒に暮らすことになった。翌朝。あー、はーい、起きて、朝だよ。あと5分。そんなこと言ってるとずっと寝ちゃうんだぞ。でもまだ眠い。ダメだよ、今日は1限目から講義があるんでしょ。そうだよ。誰、俺誰と話して？おはよう、清太郎くん。マイカさん、なんでここに？昨日から一緒に暮らしてるでしょ。そういうことじゃなくて、ここは俺の部屋。起こしに来たの。勝手に部屋に入らないでください。朝からお姉さんの顔見られて嬉しくないの？嬉しいですけど、ちょっと心臓に悪いです。それはドキドキするから。じゃあ、そんなに近づかないで。真っ赤になっちゃって可愛い。顔を洗っておいで、ご飯も作ってあるから一緒に食べよう。朝から心臓に悪い。10分後。部屋の温かさが身にしみる。そんな大げさな。だって自炊とかしませんもん。基本は外食かコンビニ飯ですし。だからこうやって朝から手料理を食べられるとか幸せすぎます。
くれてよかった。あー、こっちも美味しいんだよ。はい、あーん。え、いや、それはちょっと。しっかり観察してもらわないと。だからってこれは必要ないのでは。こら、目をそらしちゃダメだよ。私をモデルにするんでしょ。そうですけど。ほら、どうぞ。ぐ、どう？おいしい？おいしいです。よかった。ていうかさ、観察するなら隅々まで見せてあげようか。今夜一緒にお風呂でも。入りません。バカだ、かわいい。もうマイカさん。ドキドキする朝食を終えて、俺とマイカさんは家を出た。駅までは同じ道なので一緒に行くことにしたのだけど。マイカさん、距離近くないですか？これくらい近い方が観察しやすいでしょ。それに感触もわかるし。そういうこと言わないでください。からかってます？めでてはいるかな。もう本当に意地悪ですね。こういうお姉さんは嫌いかな。嫌いとは言ってないじゃないですか。やっぱり可愛いな、マイカさん。マイカさんに振り回されながらもなんとか学校に到着。少し疲れた気もするけれど、どこか心は軽くなっていた。くよくよ悩んでいても仕方ないか。それなら俺がやれることをやるまでだ。悩んでる暇があるなら手を動かせってことだよな。よし、頑張るぞ。こうしてマイカさんが隣にいる日常が始まった。変わらずスキンシップは激しいし、からかってくる。しかしそのうち俺はマイカさんのいる家に帰れることが楽しみだと気づいてしまった。いつしか俺の心は彼女に惹かれてしまっていたのだ。そんなある日。今日もお疲れ様。マイカさんも。そういえば制作はどう？順調？ええ、なんとかうまくいってますよ。これも全部マイカさんのおかげです。そうかな、そう言ってもらえると嬉しい。そうだ、じゃあ頑張ってる星太郎くんにご褒美をあげよう。ご褒美？ということで。えい！あ！あ、よーしよしよしよし。じゃあマイカさん！膝枕！柔らか、女性の太ももってこんなに気持ちいいの？もっとしてほしい？よーしよしよしよし。じゃあ激しいですって。あれ？真っ赤になっちゃってるね。そんなに恥ずかしい？ドキドキしてる？だから、からかわないでくださいよ。ごめんごめん。でも、本当にお疲れ様。星太郎くんはよく頑張ってるよ。いい子いい子。えらいえらい。やば、なんか眠くなってきた。もう無理。15分後。ああ、マジで寝てた。膝枕の魔力すごい。星太郎くんは本当に可愛いな。まさか、こんなに似てるなんて。似てるって何が？ほんと、初恋の人にそっくりで。それどういうことですか？起きてたの？マイカさんが優しくしてくれてたの。そういう理由だったんですね。俺だからじゃなくて、初恋の人を重ねてたから。それは、何も知らない俺をからかって楽しんでたんですね。違う。もういいです、出て行ってください。星太郎くん。陰キャの俺にマイカさんみたいな人が本気になるわけねえだろ。何勘違いしてんだよ。ダセよな。翌日。もうこれも意味ないよな。だったらこんなもの。星太郎くん、ご飯できたよ。ダメだよ、ちゃんと食べないと。これ星太郎くんが作ったの？すごいじゃん、天才、天才だよ。私こういうの作れないから尊敬しちゃう。星太郎くんはすごいんだよ、もっと自信を持たないと。大丈夫、いざとなったらお姉さんが慰めてあげるよ。なんで、なんでこんなに好きなんだよ。
からかわれてただけなのに、あの人が見てたのは俺じゃないのに、わかってるのに、畜生、畜生。それから俺はしばらく一人で泣いた。男として情けない限りだ。でもおかげで冷静になれた。だからって泣いてどうなるんだよ。このまま泣いてたって暴れたってただダサい男になるだけじゃん。そんな子供っぽいままの自分でいるなんて絶対に嫌だ。よし。重ねられて悔しいなら自分を見てもらえばいい。そのためには壊すんじゃなくて完成させないと。ダダをこねるだけの子供じゃマイカさんは見てくれない。自分の全力を出してマイカさんに俺を見てもらうんだ。俺はこの日から完成するまで学校に寝泊まりして制作に励もうと決めた。家に戻ると甘ったれた根性が出てきてしまうと思ったからだ。そして日々は過ぎていき、俺は久々に家に帰ってきた。マイカさん。聖太郎くん、ごめん。待て、行かないで。でも、あの時は追い返してごめんなさい。気が動転してたとはいえ、ひどいことを言いました。聖太郎くんは何も悪くないよ。あの、今から少し時間をいただけませんか。あなたに見せたいものがあるんです。30分後。ここは？こんなところまで来てもらってごめんなさい。どうしてもあなたにこれを見せたかったんです。あ、綺麗。マイカさんをモチーフに完成させました。今までの人生の中でも最高傑作です。これが私？はい、あなたは俺を支え導いてくれた天使です。あなたがいてくれたから俺は成長できました。マイカさん、俺あなたが好きです。初恋の人じゃなくて俺を見てもらえるように努力します。だからこれからも仲良く。マイカさん、仲良くしてほしいのはこっちだよ。だって私は聖太郎くんのことが好きなんだもん。え？それからマイカさんは過去を振り返って気持ちを話してくれた。今日もすっごく頑張ってる。照れた時と真剣な時のギャップが止まらないのよね。あ、こっち見てくれないかな？気づいてくれないかな？あー、でももうちょっと見てたいから気づかなくていいかも。あー、やっぱり手を動かしてるとうだうだ考えずに済んでいいな。あ、なんか視線が。やば、気づかれちゃった。聖太郎くんは本当に可愛いな。こんなに好きになっちゃうなんて思わなかったよ。でもまさかこんなに似てるなんて。初めて見た時はびっくりしたな。ほんと初恋の人にそっくりね。でまあ初恋の人よりも100億倍素敵で可愛いけど。いつもからかってばかりでごめんね。可愛くてつい。そんな風に思ってくれてたんだ。マイカさん。最初は確かに似てるなって思った。だけどそれはただのきっかけ。君を知っていくうちに君自身に惹かれていって、気づいたら恋に落ちてた。理由も理屈もいらないの。心が君を好きだって叫んだんだ。初恋の人だからじゃない、聖太郎くんだからだよ。マイカさん、それなら俺のことを見てくれますか？私は最初から君以外見えてないよ。大好き、聖太郎くん。俺はこうして自分だけの天使と付き合うことができた。それから数日が過ぎた秋の文化祭、俺は学年で一番の評価を得ることができた。しかも俺の作品を気に入ってくれた人がパトロンになって個展を開いてくれるという。これも全てマイカさんがいてくれたおかげだ。マイカさんとはあれからずっとラブラブな日々を過ごしている。毎日楽しい時を過ごし、気づけばあっという間に数年が経っていた。美大を卒業した俺はあれからも修行を続け、今ではすっかり有名な彫刻家に成長した。個展を開いたり、いろんな企業とコラボしたりと引っ張りだこだ。はぁ、こんな感じかな。お疲れ様、聖太郎。マイカ、ありがとう。何作ってるの？俺の天使、
マイカをモチーフに作ってるんだ。これからもずっと一緒にいてね、俺の天使様。もちろんだよ。愛してるよ、ダーリン。見るです。もし時間があればもう一本だけ他の動